イエスはユダヤ教の風土の中で生まれ育ちましたが、ユダヤ教の一派であったパリサイ派の人々の偽善的言行と厳格な戒律主義を激しく非難し、性別、民族、貧富の差を超えた神の愛と隣人愛を強調しました。このようなイエスの精神に基づくキリスト教は、奴隷や下層民の間に普及し、次第に上流社会にも広がっていきます。4世紀までにはキリスト教の存在とその影響力は無視できないほどのものとなり、コンスタンティヌス帝は313年にキリスト教を公認し、324年にローマ帝国を統一し、翌年ニケアで公会議を開きました。この会議では、教父などの教会の代表者が集まり、イエス・キリストを父なる神と同質であるとする説が正当とされました。そしてイエス・キリストを非造物であるとみなし、その神聖を否定するアリウス派の見解は退けられます。このような論争の後、ニケア信条が作られました。この信条において、教会の代表者たちは当時の文化圏の中で通用していた用語や概念をキリスト教の神の解説という独自の目的のために活用しました。